キモポップやん。これがされて全員じゃん。はい、ということで皆さんおはようございます。クリニックのクリです。という今回も、ブログ撮っていきたいと思います。今回は、タイトルから分かる通り京都インカレです。まあ、一応大学としてもそんな大きい試合ではないんですけど、まあ、個人的にせっかくのインカレということで、まあ、ちょっと頑張ってみようかなという感じでちょっと緊張しています。 400m ハードルが朝一の種目なんで、まあ、ちょっと今からもう出ないといけないんですけど、いや5時まあ、行ってアップして、まあ予選決勝頑張っていきたいと思います。まあ一応目標は52秒台で3位ということでね、まあ最低限そんぐらいの結果を残したいと思います。ということでブログスタート。今回も実況していきたいと思います。こちらですね、京都インカレ 400m ハードル予選スタートしました。予選は、まあ、決勝行くことは、まあ、2着までが決勝行けるんですけど、まあ、2着は取れるだろうということで、まあ、前半しっかりスピードに乗ってあとは維持させるっていうのに徹底しました。でこれ利き足かな、これ利き足で次逆足で交互に飛ぶ歩数でやって、これ逆足ですね。結構綺麗に飛べてたんで、走りながらもああこれ結構ハマってるやんと思いながらしてました。ここがねずっとラストを利き足で返ってくるんですけど、全部ここも、まあ、リラックスした状態で、一番外レーンだったんで内側の選手がどれだけ来てるか分かんなかったんで、この次飛ぶ8台目で様子見ようと思って様子見たら結構あんま人来てなかったんで、ここからはテンポと体幹とフォーム維持で気持ちよくしてました。やっぱ独走っていうこともあって結構フォームもね良くて、まあ、レース自体もうまくまとまったかなっていう感じです。でタイムも53秒5ということで、初戦の学連記録会と、まあ、一緒の記録だったんで、まあ、これだけの力感で53秒5だったら、まあ、予選は調子良かったんじゃないかなって思って走ってました。戻れ。はい、ということでね予選終了しました。まあ流した割にはいい感じかなと思います。ちょっとねふくらはぎの方に違和感あるんですけど、まあ、今からちょっとね、ゆっくり休憩して、まあ、決勝に向けて備えていきたいと思います。まあ調子いいんですけど、まあ、飛び抜けて記録が出る感じの調子の良さじゃなくて、まあ、安定というか、まあ、決勝も多分あんまタイム変わらないと思うんですけど、まあ、同じレースができるようにね頑張りたいと思います。本日2回目の実況です。京都インカレ 400m ハードル決勝スタートしました。決勝はワンチャン優勝いけるかなって思ったんですけど、まあ、それ考えると力んじゃいそうだったんで、まあ、予選と同じ走りをするっていう意識で走りました。前半もね落ち着いて自分のテンポで、まあ、そんな焦らずにボン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 いけましたね。まあ、予選よりちょっと通過は早かったんですけど、逆足も綺麗にはまって、で、まあ、自分がこの位置で
ああまあ先頭争いしてるなっていうのは薄々感じてたんで、まあ、この辺でまだギア上げずにこのハードル飛んでからこっからギア上げました。こっからギア上げてラスト全部同じ利き足で帰ってきたかったんで、まあ、大きい走り意識で、まあ、結論から言うと全部利き足で帰れたんですけど、ここもうまく走れて、でこの内側の選手が見えた時によー負けるかと思ったらちょっと力んでやっぱ背中反って、うわマジかと思いながら走って、まあ、結果52秒0、自分がゴールした時はうわ52秒8ぐらいかなと思ってゴールしたんですけど、52秒0でおおマジ、まあ、負けだけど 120% 力出せたかなってゴール後思いました。戻れー。